日本語コンテッペイ。日本語コンテッペ,ペイ。子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん、元気ですかえー、今日は出会い系アプリについて。出会い系アプリ。はい、皆さん、こんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですかえー、僕は今日も元気ですよ。えーっとね。 えー、皆さん出会い系アプリというものを知ってますか知ってる皆さんやってますかやったことがありますか知らない皆さんちょっと今日話聞いてみてください。面白い話がありますよ。まあまあまあ。ゴシップみたいな感じですよね。まああの僕の知り合いの人であの今34歳の。 女の人がいます。はい。僕よりもずいぶん年下ですね。まあまあ友達みたいな感じですよね。はい。別にあのロマンティックの友達じゃないですよ。もちろんあの普通の、えー、友達です。はい。えー、そのまあロマンティックな友達って何ですかね。そんな人がいる人いますか。はい。それはあの恋人と言うんじゃないですかね。はい。 恋人とロマンティックな友達何が違うんでしょうはい。僕には分かりません。僕はあの、まあ結婚してますしね。そういう、あの、トピックはもうリタイアしたような気がするんですけど、そんなことないんですね、実は。はい。結婚したというのは、離婚をしてないだけであって、あの、すべてがあのもう終わ,終わったわけじゃないですからね。 これはもう毎日毎日がいろいろあるんですよねもちろん、はい喧嘩したりそれを解決したり話し合ったり、えー、もちろんそのとてもいい関係になったりまた悪い関係になったりもうそれはあの結婚してない人と同じですからね本当に人によっては他の人を好きになったりとかもあるだろうしあの結婚したからといって,ってあの何も変わらないんですよはい。 まあ唯一変わったことといえば、まあ、そのオープンにね僕はガールフレンドを探してますそんなことは絶対に言えないフィクションの中でしか、はい、フィクションの中だったらねいいんですけど、あのー、まあそれはもう絶対に言えないし、まあ、勇気もないですねはっきり言って1、あのー、人いれば十分でしょう、はい、大変ですからね <laughs> 何の話をしてるんでしょうあのー、今日はですねだからその34歳の僕の知り合いがですねあのー、出会い系アプリを使ってるらしいんですよ皆さん聞いてくださいよゴシップ彼女はまあボイフレンドを探してるわけですねしかもあのちゃんと付き合いたいんですでちゃんと付き合うっていうことはまあ、普通ね一般的に日本ではやっぱり結婚 結婚を前提に。結婚を考えて、結婚を視野に入れてと思いますね。視野に入れて。結婚を想定して。いろいろな言い方がある。結婚を考えて、結婚を想定して、結婚を視野に入れて、結婚を前提に。ほとんどおなじみ。結婚のことをちゃんと考えて、いつかは結婚するという、そういう相手を探したい。うん。変でしょう変でしょうか どう思いますか変と思あまああのー、僕の知り合いのヨーロッパ人の人たち結構結婚してないですよね。いやあてっぺイ結婚なんか考え方が古いそんなのはあのただのペーパーのことだ。まあ言ってることはわかるけどまあみんなやっぱりステディーなパートナー欲しいでしょそんなことないまあそうじゃない人もいるかもしれないですけど。 まあ僕はあのそれは別に変なことじゃないと思いますねあの一人の人と一緒に住んだりとか、ね、そういうことをしたいと思うのはそんなにあの批判されるべきものではないいと思います。もちろんその一人で生活したい、ね、そういう一人の恋人は嫌だたくさんの恋人とあの付き合ってみたいまあ、そういう人も否定されるべきではないんですけどねもちろん。 それぞれいろいろあっていいけど意外とねやっぱりほとんどの人たち結構たくさんの人たちはやっぱり一人の人と長く一緒に生活をするためにあの相手を探してるんですねで僕の知り合いの人もそうやって探しているデーティングアプリ、えー、デートしましたまず1回しました、えー、彼女は最初に会ったのは26歳の男の人 えー、彼はかなりあのー、まあ彼女を曰くチャラい人でしたチャラいチャラいというのはなんかこう軽いなんかこうまあ真面目じゃない、ね、そういう意味です、ね、チャラいチャラい男なんかまあ結構ガールフレンドをよく変えたりとかねそういうしているそういうことをしている感じがする はいえー、だけど楽しかった、はい、チャラい男はまあ一緒にお酒を飲むんだったら多分楽しいんでしょうねまあいろいろ女の子まあその友達を笑わせたりするそういうあのまあ冗談のセンスというかそういうのもあるし結構いつも笑ってて楽しいらしいんですよ。ちょっっと不安なののがやっぱりその 真面目じゃないんじゃゃなないいんのか、ね、例えば自分と付き合っても長く付き合わないんじゃないか、ね、そういうちょっとそういうふうに考えてしまうね彼女は。で次次に会った人 <laughs> まあまあそうやってね何人もに会うんですよねそのデーティングアプリというのは、まあ、そういうシステムですからねいろんな人に会うんですけどで次に会った人はその人はねまた多分30歳ぐらいの人かな。 彼女はいつも年下を選んでしまうなぜなぜ年下を選ぶんですかって言ったらいや年下がいいわけじゃないけどやっぱりそのアプリには結構若い人が多い、ね、そしていろいろかこう好きなこととか、えー、そういうのをこうプロフィールでね見ていくとなんかやっぱり、あのー、年下の人に会うことになってしまった。 みたたいに言ってましたけどね。彼女は本当は自分の同じぐらいの年とか年上の人に会いたいけど結構少ないらしいんですね。そんなことあるかな僕は結構もっと年上の人もいると思うけど彼女は選んでないだけなんじゃないのかなちょっとわからない今度は聞いてみます。で次に会った人も自分より少し若い人で今度はね真面目な人らしいです。はい、真面目な人だったらしいです。 一緒に居酒屋に行ったけどあの、まあ、結構何て言うかなすごく真面目な人あの仕事をちゃんとするし、えー、結構その1人目の人に比べるとそういう遊夜遊び夜パーティーに行ったりクラブに行ったりとかそういうタイプじゃない。うん、で僕はその,その話を聞いて「ああいいですね」。 いいいんじゃないですかその人っって言ったんですそしたらね僕の知り合いその彼女は「えでもちょっとつまんなかった」と言いましたはい皆さんどう思いますかここに何かミスマッチがありますねいわゆる彼女はあのまあ本当にあに真面目な人を探してるはずなんですねだけどまあ例えば最初のデートって多分2時間ぐらいでしょ 2時間ぐらい居酒屋に行ってお酒を飲みながら話すとやっぱり真面目なタイプはちょっと面白くなく感じるのかなそして楽しいタイプの人はやっぱり2時間でね2時間で楽しいタイプの人はちょっと心配ですよね。まず前提にねまずその話としては初めて人に会うわけでしょ初めてね。初めて人に会うしかもそれが まあデートでしょ初めてのデートでそんなにたくさん話をしてなんかこう慣れてる感じね。もう多分その一人目の彼はもうそのデートは多分あの今年100回目ぐらいのデートかもしれない。ね。今年100回ぐらいデートしてるかもしれない。だから面白いんですよ。だからうまいんですよデートが。でもそれってどうですかちょっと心配にならないですかうん100。100人とデートする人が あの自分とずっとデート自分とだけ付き合う付き,付き合えると思いますかちょっと心配ですよねでもう一人の人真面目な人あのなんかほとんどまだあの人に会ったことがない初めてそのデーティングアプリを使ったような人マッチングアプリを使ったような人この人はやっぱり面白くないんですよ慣れてないしちょっと緊張してたりうん だから彼女はどっちを選ぶんでしょうわかりませんまあこのあとその人たちにもう一回ずつ会うのかまた他の人に会うのかねちょっと彼女はわからないと言ってましたけどどうなんですかねこの話はまた今度、ね、今度あのちょっと聞いてみますからねあのマッチングアプリについてその2ご期待ください どっちがいいんですか、ね、はいというわけでまた次回それではまた明日また明日じゃないまた今度明日の英語「またねまたねまたね」またね。